戦後は戦争の終結後の短期、または長期的な期間を指す言葉、概念。戦争では多くの破壊や社会システムの大変革が行われるため、戦争が終結した後は、社会体制などが新しく作り直され、価値観まで変化する。このため、大きな戦争を一つの時代の区切りとして、戦前、戦中、戦後という区分をする。戦後は、 しばしば戦争による混乱を抜け切っていない時代という意味合いを合わせ持つ。しかし終わりを設けず現在までを含めることもある。一時は流行語となった。日本語で戦後といえばほとんどの場合で第二次世界大戦後を指す。21世紀の日本において戦後とは直近の戦争の第二次世界大戦終結後を指す。ただし、 その時期については明確な定義はなく、日中戦争から大東亜戦争を挟み、戦前、戦後と区別するという長期的な定義や戦後とは一度焼きの原になった日本が再び国際社会の一員となり、もはや戦後ではないと言われた1956年までの激動の期間と定義する意見として、戦後ひいては近代の終わりと規定する考察もある。日本においては、 戦後に連合国軍最高司令官総司令部により、様々な戦後改革が実施されたこと、連合国軍占領期以降、イギリスやアメリカ合衆国、フランスなどからの文化が戦前より後半にもたらされたこと、新技術が開発されたことなどにより、戦前、戦中に比べて、社会システムが急速に大きく変化したため、他の国よりも、戦後という言葉の持つ意味合いは大きい。 日本は第二次世界大戦以後大規模な国際紛争、戦争に巻き込まれていないため戦後イコール第二次世界大戦後から現在というイメージが固定されている。太平洋戦争終結を具体的にいつとみなすかは主樹の意見があるため戦後の始まりについても同様に主樹の意見がある。極音放送によってポツダム宣言を受諾し日本が降伏したことを 多数の日本国民が知ることになった日8月15日を戦後の始まりとする意見、並びに同じく1945年8月23日終結のソ連に対するカラフトの戦いの終結をもって始まりとする意見、1952年4月28日の日本国との平和条約の発行までは占領期間であり文書を上院し、 独立国家としての主権が回復し、歩み出した以降を戦後とする意見。なお、2013年には第2次安倍内閣により、秋人天皇、道子皇后の行幸刑を仰ぎ、主権回復の引念式典が挙行された。また、占領期間中に日本国憲法が施行された1947年5月3日、さらには、 沖縄返還の1972年5月15日において沖縄県を含む全47都道府県の日本の領土がほぼ確定したことを始まりとする意見が存在する。今日では特に日本人にとって精神的に大きな影響を与えた1945年8月15日以降を、戦後の始まりとし太平洋戦争を挟み、戦前、戦後として区分し、 認識されている場合が多い。この1945年を戦後0年として、現在の年を戦後 N 年と表現することもあり、2021年は戦後76年にあたる。戦後という用語、概念は日本人、日本にとって1603年の江戸幕府成立や、1868年の明治維新以来の非常に大きな変革を及ぼした。 第二次世界大戦の経験を踏まえ、国民主権と戦争放棄、高級平和主義を謳う日本国憲法を新たに制定した日本は、アメリカ合衆国と軍事同盟を締結し西側陣営の資本主義、民主主義国家の一員として、国際社会に復帰し、高度経済成長を経て、世界第二位の経済大国となった。1989年に冷戦終結。 ソビエト連邦の崩壊により冷戦期の仮想的国であった東側陣営が消滅して国際社会が多様化し多極化する世界で再び戦後という概念は日本の進路に大きな影響を及ぼしてきているとして様々な論争が行われている戦後復興期高度成長期安定成長期低成長期今後の予定スイスで戦後は 一般的に1815年以降のことを指す。1815年のウィーン会議においてスイスは国家としての衛星中立国が認められたからである。第一次世界大戦と第二次世界大戦でも武装中立を維持し積極的に戦争には加わらなかったため他のヨーロッパ諸国とは違い1815年からの戦後は続いた。 第二次世界大戦以降も10年から20年単位で不正規戦争を繰り返しているアメリカ合衆国では戦後という概念は存在しない。かろうじて同国史上唯一の内戦である南北戦争を境に戦前、戦後と言われることもある。ありがとうございます。